この動画には以下の要素が含まれます。ご注意ください。おはようございます。ただいま朝の6時です。5時に出発したのですが、暗かったので今動画を撮っています。早起きした理由は八女市の棚田を見るためです。八女市は福岡の南側で、熊本と大分の県境にあります。私の家からだと、山越えを数回しないといけません。まあ、とりあえず到着しましたね。案内図があるので、見てみましょう。この棚田は、山を桑で切り開き、山石を一つずつ積み上げられたもので、この地域では、よく見かけます。いつの時代に作られたか分かっていないそうです。急斜面に作ってあり、山の形に沿って作られているため、狭いところでは1メートルに満たないほど狭く、長いもので300メートルあります。約 12.6 ヘクタールの広さに137段、425枚の棚田が、標高差約230メートルの斜面が広がっています。棚田作りもしながら、用水確保のため、山の渓流を求めて岩を削り、土手と、長い用水路を築き、命がけで開墾した先人たちの知恵と技術の凄さは、想像を絶するものがあります。現代の日本人にはないものを感じました。最後までご視聴ありがとうございました。